はいどうも皆さんこんにちは、ナオトです。さあ今回はですね、とんでもねえもん仕入れちまいました。いつもは何かしらトッピング作ったりとか調理したりってやるんですけど、今回に関しては食材勝負です。使う食材がこちら、見てください。これ油乗りすぎてもはや白身肉になってるでしょ。ちょっとカメラだとね分かりづらい部分はあるんですけど、実際に見るとめちゃくちゃ白いです。でこの肉をどう食べるのかと言いますと、こちらのすだちです。すだちを絞って油たっぷりの肉をさっぱりいただこうと思います。では本日も爆盛り漫画飯の準備です。半合の外豚すり切り1杯で、3合内豚すり切り1杯で、2合です。続いて米炊きの水ですね。半合の内側の下の線、下の線で2合分の水、上の線で4合分の水です。今日は2合炊きなんで下の線まで水を入れます。水が決まったら蓋をして、このまま30分ほど給水します。網これがなかなか1回ではまらないんだよね。よし、そろそろいいかな。ではこちら火から下ろしまして、15分から20分ほど蒸らします。あ、今日ちょっとやばかったな。まあまあ普通に炊けてはいるけど、はい、というわけでお待たせいたしました。すだち塩で食べる超脂のりのり白身肉と爆盛り漫画飯でございます。あかん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 、うぅ、一瞬で炎上するわ。やべえ、これホルモンより油やべえな。あっという間に火が上がっちゃう。よし、さあでは完成ということでいただきます。大トロ、うん、ま、油甘、油のジュース、うわ、すだちいいな、すだちうまいな。もういっぱいあるからもうケチらずにどん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 使おうね。めちゃくちゃうまいす
だちの強すぎない酸味がめちゃくちゃ脂の甘さ引き立ててくれてて、まあもちろんこれ肉の脂もすごくいい脂なんでしょうね。全然重くない、もうさらっと入ってきますね。うめえこれ。もうあれやこれやいろいろやってる俺がこんなこと言っちゃいけないのかもしんないけどさ、こういうシンプルなの一番うまいわ。言っちゃったよもう。これわかるかな、さっさと焼かないと表面の油どんどん溶けてきちゃってるわ。こんないいお肉をあんまり並べ立てて焼くのは良くないかもしれないけど、ちょっと火も落ちてきちゃってるんでね、さっさと焼きましょう。これで全部。ちょっと思ったんだけど、すだちを肉に絞るんじゃなくて事前にこのすだち塩にしておいた方がいいんじゃないかな。決して面倒くさくなったわけじゃないからね。種めっちゃ入るやん。でちょっと塩を追加。油したたる白身肉。うん、うん、これね、これ完全に別の方が良かったわ。普通に絞って塩つけて食べた方が絶対美味しかったな。ちょっと失敗した。いやまあまあ美味しいけどね、美味しいけどこんなに絞っちゃうとね、あのすだちの酸味がちょっと気になっちゃいますね。やってもった。まあでもバクバクいけるとしたらこっちの方がいいよね。ああまあでもあれかな、こんなに脂の多い肉をさっぱり食べようと思ったらむしろこれぐらい酸味あった方がいいのかな。まあちょっとそこはね、あの個人的な好みってのもあるでしょうけど、なんか割と進んじゃうなこれ。うん、煙がすげえ。ご飯余っちゃったね。どうしようかな。まあ、もともとあんまり肉量がなかったんで、まあ、250g ぐらいかなだったんで、ご飯が余ってしまった。どうしよう。じゃあちょっと冷やし茶漬け的な。ちょっと塩も振ってさ。うまくねしまった、肉の一枚でも残しときゃよかった。そりゃ市販のお茶と塩入れてお茶漬けって美味しいわけないわな。ちょっとすだちの残り汁入れてみようか。あ、ちょっといける。あのかなり酸っぱいけど そんな悪くねえな。うん、おいしい。うん、ごちそうさまでした。美味しかった。
白身肉の脂もうめちゃくちゃ美味しかったけど、すだちいいね。すだち美味しかった。まあ、今回すだちと塩だけで食べましたけど、このすだち醤油絞っても美味しいので、皆さん焼肉やるときぜひお試しください。今ちょうどこれ旬なのかな、なんだか分かんないけど、これだけ入って100円で売ってたのでコスパ的にもすごくいいし、さっぱり食べられて残暑残るこの季節にもすごくいいんじゃないでしょうか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。